竹渕圭です。10月に初のミート&グリートと岡山国際音楽祭に出演するために岡山に行ってきたんですけども、倉敷での様子を今回初めてちょっと自分で編集してみました。副音声みたいな気持ちで喋ってるんですけど、うるさかったらオフにしてください。でね、イベントの前にちょっと倉敷の街を歩きまして、あ、これはマンホールを発見したところですね。あ、ちょっと音が出ます。音が出ます。お、めっちゃいい、いいマンホール。はい、倉敷市のマンホール、ツタと、あと中央にカタカナでクラという字がデザインされてますね。はい、大原美術館という倉敷美観地区にある昭和5年設立の日本で最初の西洋美術館にお邪魔してきたんですけども、この方は副館長の森川さんですね。いろんなお話とか案内をしてくださったんですが、設立者の大原さんと自分の足で直接モネとかゴーギャンとかマティスなどのアトリエを訪ねて作品を収集してきた虎次郎さんとの間の絆だとか熱意だとか、とても大きな愛と敬意を持ってお話ししてくれた森川さんに、またなんかこう当時から今につながる思いを感じました。ちょっとゆっくりは見れなかったので、また必ず行きたいんですけども、作品とか内容はもちろんのこと、子供たちとかアーティストとか、スポーツ選手の感性を磨いたりとか、何かの役に立てるんじゃないかとおっしゃっていたのが、すごく印象に残っています。当時の巨匠たちとつながっているような、なんかそんな気持ちになる空間でした。ありがとうございました。また見つけちゃった。いや、マンホール、これは何だろう。これはね、消火栓のねマンホールなんですよ。何なのそれこれなんかのキャラなのかな。倉敷市水道局のイメージキャラクター、クラッピーです。こんなバージョンもありました、こんなのもありました、あ、これが私はすごいツボです。はい、こっからが本番。ケイズインタウン、ミート&グリート in 岡山、倉敷アイビースクエア。今日、キーボード弾きます、ヤモリと申します。こんにちは。ヤモリさんとね、生配信もしたんです。見てくれてありがとう。まだ来てないな。今日どっから来るんだろうな。どっから来るのかな。人力車でした。聞きたいことがあったら今の今聞いてください。はい。カラオケで一番最初に歌う曲は何ですか。創世のアクエリオン。私グループ時代の動画の中で一番再生数回ってて、ソロとしてね。だからそれやると大体みんな喜んでくれる。そうっていう理由で、はい。ちらっとやんないの。あ、でも拍手もらっちゃったじゃん、ほら。生まれてきた一万年と二千年前から愛してる。ちょっと肌寒い中だったんだけども、来てくれて本当にありがとう。初めての岡山だったので、初めて行った岡山でみんなに温かく迎えていただいてすごく嬉しかったです。でね、アイビースクエアさんってホテルなんだけども、ものすごく素敵な部屋で、中庭に面したお部屋に泊めていただいたんですけどね、夜のアイビースクエアさんも本当に素敵なの。素敵でしょ。で、ちょっとその後夜の倉敷の街を、さ、白鳥がねいたのよ。ちょっとで、まあこっからはもう完全におまけ映像なんですけども、じゃあやりますか。ちょっと解説して今の状況。アイビースクエアさんでイベントが終わりまして、ご飯をたまたま紹介していただいて食べに来たところで、本当に素敵な音楽を演奏されている二方に出会いまして、でちょっとお話しさせてもらったら、何か やってようっていうことで今から歌います。ありがとうございます。わあ、嬉しいな。食事が出るお店で飲むじゃない。歌うの初めての。
よし。弱めにやる。そうそう。何くらい？じゃあ。いや本当に嬉しかったです。アンコールなんていただいちゃってね。いいんですか、すいませんね。なんかうわなんかブルーきた。そう、ヤモリさんはねスコールがやりたかった。しかし私が押し通すっていう、すいません、すぐ弾けちゃうっていうね。そう、あのこの曲ね、あの私が高校生の時に受けたオーディションっていうかコンテストなのかなの二次審査かなんかでね歌った曲なんですよね。それぶりに歌った。いや度胸だけでね、本当やってますけど我々は。人生で初めてこんな。本当に素敵な夜になりました。ありがとうございました。いや10年ぶりぐらいに歌ったもんだから歌詞が本当に一部あれで本当にすいません。本当に一回もやったことない。この曲知ってんだみたいな。マジで。緊張した。2人で演奏したのは初めて。僕らしかもういないんですけどもね。木庵さんありがとうございました。ヤモリさんはお肌がトゥルントゥルンですね。今回もありがとうございました。ご飯も美味しいしお酒も美味しくって歌えて、俺アッシャーみたいに入ろうとしゃしゃったわ。ごめんなさい、気づかず。ピアノを置きたいな家に。あれ置ける家って相当でかいっしょ。まあな、最低こんくらい。
リビングこんくらい。山梨とかに住まないと、ね、肘をつくなっつって。運転手さんそのバスに僕も乗っけてくれないか、行き先ならどこでもいい、こんなはずじゃなかっただろう、歴史が僕を問い詰める、眩しいほど ありがとうございました。小さな明かりでもまだ燃え尽きはしない、あなたと分けたこの炎を消すことはできない、悔しさやずるさを背涙を燃やし続けるこの炎は誰にも消せやしない、まっすぐ精一杯走るほどに鋭い絨毯のような雨